吉田さん、マスクね。スーパーやコンビニに入るとき、私はマスクをします。なぜなら、店頭に入店の際はマスクをしてくださいって書いてあるからなんですよ。民間の企業とか、民間が運営している、いわゆる誰かが運営している施設に入るときって、その施設のドレスコードってあると思うんですよ。ですんで、それを守って私はそういうふうにしてますよね。例えばね、私がガードマンのバイトをしてるときに、 ガードマンのいろんな会社の規約ってのがあったんですけどもガードマンの服のまんまパチンコに入るなスーパーに行くなマージャン店に行くなって言われてたんですよその他にも入っちゃいけない施設は指示されてましたなぜなら警察官に似,似たような形でね格好で行くとやっぱりねお店の人は嫌な思いをするからそこに配慮してそうしないようにしましょうってことだったんですよやっぱりねそういうのってあると思うんですよ例えば囚人服とか ナチス、ヒトラーの制服で行っちゃいけないところってあると思うんですよ決まりはないけどもねまあ国によっては決まりがあるんですけどもそういうのがありますんで今ねマスクをして入ってくださいってお願いされてるところにはこちらは利用させてもらう側ですから JR のホームに入る時だってマスクをお願いしますってなってるわけじゃないですかだからしますよそれがなかったら私はしませんそういう,うお願いをされてない施設ではマスクしません私は。 今はそういう暮らしですね確かにねマスクなんて別に関係ないよみたいなところあるわけですよそこにはマスクしてないですしそういうところにはアクリル板もないですしねそもそもそんな世間様が言ってることなんてあの全然当てにしてないよみたいなのもあるんでそういうところは結構気楽ですよね、うん、だから決まりには私は従います、うん、そういうことかなと思いますえそして箸の持ち方とかあったじゃないですかあの箸の持ち方がきれいだったらあの 一目置かれる場面ってあると思うんですよ。で、ひどい言い方すれば、箸の持ち方程度で人を差別するような人たちの集団ですよ。で、そういったところで有利な立場に立とうと思ったら、箸の持ち方が綺麗な方がいいんで、礼儀や作法、処作、こういうものは身につけようと思いますよ。だってそれをするだけで、他の実力があれ、なかれ、関係なく一目置かれるわけですから、何に関してもポジションが取れるんだったら、そのための方策は取りますね。 あの、武道の世界に私いた頃ね空手をやってた頃は空手の道着の着方一つでもうね完全に優劣ができちゃったんですよ。というのが道具の使い方着こなし方によってもうねその人のレベルがわかるっていうふうに言われててそれは本当確かだなと思ったんで,で着着っいいんですよ。だから黒帯の人ってみんなねあの私服の扱い方も丁寧ですねめちゃくちゃしない。 うん、だからそういう実力の場ではありえるんですけどもただね私たちが飯を食う場で箸の持ち方がきれい汚い関係ないと思うんですよ。大した生活のレベルに差があるわけじゃないのに逆にそういうところにこだわってなんだかんだ言う人っていうのはまあちょっとね表面しか見てるの見てない、うん、しょうもない部分があるんじゃないかなと思いながらもそういう人に対してもポジションを持つために、ね 礼儀作法はきちんとできた方がいいなと思いますんで身につけます身につけながら腹の中で笑ってるところあります結構ねただ本当にそういったものが問われる場所ではあのー、まあ、緊張しますねあの芸の世界とかね武道の世界とかおよそ文化、伝統、芸能の世界では一時が万事と言ってどんな小さなことも侮れないんでそこでは勝負しますけどもそういうのと関係ないね んですかねふ普段の仲間とね飯食いに行ったところでそんな細かいことは気にしないですねそこで自分の所作を誇るようなことはないですし言ってみればあの中学のね英語の授業で正確な発音したら切られるじゃないですかだからわざと崩すみたいな感じはありますその場その場に合わせて一番ベストな自分を見せていくっていうことかなと思いますねだからね、まとと、めて言うと できないからしないっていうことは少なくともしないようにしてはいいと思いますねできるけどもしなかったりできるからしたりみたいなところを使い分けていこうかと思いますし使い分けれるようなあの育て方をしたいなと思うのが私の家のしつけでございますじゃあいってらっしゃい